こんにちは、パラ獅子男之助です。今日は三代目古今亭志ん朝師匠の馬屋火事です。志ん朝師匠っていうと、もうすぐ思い浮かぶのがふりかけの CM。 もったいないことしたね。同じ時代を生きていながら全然見てなかったんだもんな。悔しい。この配信を見に来てくださってる人たちの中には、志ん朝師匠を生で見たとか、聞きに行ったよとか、あの話は良かったなーっていう方だってたくさんいるんでしょうね。羨ましい限りです。ではお楽しみください。よく縁なんということを申しますが、ご夫婦の縁というのが一番深いとされておりますね。それこそ赤の他人同士が一緒になって、そして一つ屋根の下で、共白髪まで添い遂げようというんですから、これは大変な縁ですが、この縁を結ぶのはっていうと出雲の神様、神様のすることですから間違いはなさそうなもんですが、やっぱり神様でも間違いということがありましてね、年に一度、神様が集まって出雲大社でもって、縁結びの仕事にかかる。でその時には日本国中の神様がいなくなっちまう、ね。その月を神奈月なんてそうですね。これはもう大変なことでしょうね。ご苦労様です皆さん。どうぞこっち弁天様。はい、ご苦労様。あなたの席は決まってますよ。あちらの方へどうぞ。はいはいはい。いやなんだい。不動様。ああ大変だね。どうも避難としょっちゃって。そこに下ろしてくださいよ。いいかい。誰かいないか。不動様の火ちゃんとな晩しててな、消えないように薪でもくべて。いいかい。あなたなんざ何でしょう。このところバカに流行ってるって、大層な儲かりだそうですね。いえいけませんよ。ちっとも儲かりません。そうですかね。不動産定ぐらいですから何が言ってんだあた。さあさあこっち入ってくださいよ。それじゃあね、皆さん揃ったようですから、これから縁結びのお仕事に取り掛かっていただきますね。もう人間のね、男でも女でもいつまでも一人で置いておくってとろくなことをしませんからな。こっちの方にこういう男がいる、こっちにこんな女がいるなんてことを言っていただければ、私が縁を結びますんでよろしくお願いします。じゃあ早速始めましょう。はい、何ですか。そちらの方に、女でもって、18になる。あそうですか。女で18がいますよ。なんかそっちの方にいませんか、男でもって。はいはい。あ21の男。はい、結構ですな。じゃあ私は結びましょう。そっちの方には、ああそうですか。男でもって25のがいますわな。女の子、ああそうですか。20歳になる、結構ですな。そっちの方には、ああそうですか。なんてんで一生懸命ね縁を結んでいくそうですな。誰だいそこでもってグズグズ言ってんな。工人様でしょうがないね。あちらてえものはね、おみきの上がよくないんだよ。ねえ、おみきを召し上がるってえとグズグズ言い出すんだよ。工人様、いかがにしなさいよ。あと毎年残ったよ。ねえ、何を文句言ってんの。大黒が、うちの中に入っても帽子を取らねえ。何を言ってんの。大黒様ってのは帽子を取らないんですよ。なんか言っちゃいけませんね。本当によしなさいってんだよ。もうしょうがないね。大黒様、我慢しなさい、我慢ね。もうしょうがないんですからね。シラフになったらよく謝らせますからね。よしなさいってんだよ。そん帽子を無理に取ろうとしちゃい、入ったおしちゃい、おい乱暴だね、しょうがない。大黒様おやめなさい。あたまってその小槌を振り回したりなんかし、危ないからよしなさい。おいこっちに来るよ、危ない。だったしょうがないね。どうも、表へ引っ張り出しな二人とも。本当にダメだよ、もう。本当ほら、せっかく縁を結んだらバラバラになっちゃったよ。これとこれかい、ねえ、これとこれだろ、ねえ、こっちと、あ、これか、よいしょ、よいしょ、よいしょ、ねえ、なんだよ、これ一つ余っちゃったよ。本当にしょうがないね。なんかありませんか。どっかにありません。ない、おかしいな、どっかに飛ばしちゃったんでしょうがねえな。どう、せっかく結んでやったのにな。一つやかわいそうだ、こっちのと一緒に結ぼうなんて言うんでね、三つ一緒に結んだのが三角関係になるそうですよ。まあ大体このご夫婦というものは誠にこの不思議なもんでね、働いているってともういろんなことを言いますが、テレビだとかそれから週刊誌なんぞを見ているってと、やれどこそこの夫婦が別れそうだとかね、いろんなことを言うもんですね。本当に大きなお世話ですよ、ありゃ大きなお世話なんですけれども、またいけないというのが、またそういうことに大変に興味を持つご婦人方が多い。
あれは野郎はあんまり興味持たないですよ。ねえ、んなことはどうだって構わない、人んちのことだから。ところが女の方はそういうことに大変に興味を持ちましてね、別れるそうよ、あそこは、なんてなこと人んちの不幸を楽しんでおりますが、よくないですな、ああいうことってのはね、どうだって構わないんですよ。だいたいこの夫婦なんてのは本当に旗で見ていても分かりませんというやつでね、のべつ喧嘩していてもそれでもって別れるかというとそうでもない、ね、仲がいいなと思っているってとあっという間に別れちまうなんていうことがいろいろでございまして。兄さんいますか？また来たよおい、お先だよ、しょうがないよ、おい、なんだい兄さん。もう私ね、今日は本当にもう愛想もこそも付き合ってましたね。喧嘩してんの昭和のべつなんだから、こっち上がんなよ。また喧嘩したのかい？のべつじゃねえかな、よくおめんところは喧嘩の種があるよ。本当にまあそのたんびに俺のところへ来られちゃかなわねえな。仕方がないじゃありませんか、兄さん私たちの仲人なんですから。それとも来られちゃ迷惑なんですか？それは迷惑だよ、だって兄さん私たち他に行くところがないんですから、しょうがないじゃん。おお、大きな声を出しなさんな、本当に分かったよ、話を聞きますよね。いやただね、そうバンタビこらえたんじゃこっちもくたびれるということを言ってんだよね。第一、夫婦喧嘩なんてのはどこでもやってるけれども、いちいち仲人のところへ行くなんていうことはまずないよ。それがのべつなんだよね。たまには自分たちで収めたらどうだとこう言いたくなる。わあわあ、分かった分かったよ分かったよね。だから話は聞きますよね。いや一体どうしたの喧嘩ね、なんで喧嘩になったんだい、言ってごらん、聞いてください兄さん。本当にね、あんなひどい人ってのはありませんよ。実は私ね、今日商売が休みなもんですから、でも好きなお芋を煮て食べようと思いましてね、この間脇で持っていただいた八つ頭、私がまたお芋の中で八つ頭が一番好きなんですよ。ね、ちょいと煮るなんてそういうことはできませんでしょ。ね、大層手間暇かけないってうとうまく煮えませんからね。でもって朝早くに起きましてね、でもって一生懸命お芋を煮てたんですよ。そうしたらそこへあの人が起きてきてね、鍋の中覗き込んで、なんだ、またお前芋煮てんのか、てめえぐらい芋の好きなやつはないな、だからおめえがそばに来るってうと臭くていけない。この大根がしゃーってこういうことを言うんですよ。それから先に去ったから私だって何言ってんの、お前さんだって生臭いもんだったら少しぐらい腐ってたって食べるじゃないかよ、この上菓子やろったら、うるせえこのおかめってから、何言ってんだい、ひょっとこったらはにゃってからゲドーな、な、な、おかぐらだよそれじゃ。でどうしたの、それでどうしたじゃありませんよ、悔しいじゃありませんか、それで私ねもう本当に飛び出してきちゃったの。勘弁してくれよ、よくそんなことで喧嘩になるね。たまにバカバカしい、うちじゃもっとひどいことを言うんだよ、だって喧嘩にならしねえよ。前から言ってる通りね、夫婦喧嘩なんていうのはお互いのわがままから始まるんだよ、ね、だけどもね、男なんだからね、たとえどんな亭主でも男なんだからやっぱり男を立てる、ね、でお前さんが我慢をする、そうすれば喧嘩にも何にもならねえじゃねえか。また兄さんはそういうことを言って、あの人の味方ばっかりするんですから。そういうわけじゃないけどさ、ね、いやだから今言った通りね、お互いに本当は、まあ、向こうだって我慢しなくちゃいけねえんで、我慢しなくちゃいけねえんだけれども、そのね、第一こうどう考えたってそれで喧嘩になるというのは俺には考えられねえ。ね、そうだろ、つまらねえこと言い合ってるだけでもって、なんで飛び出して仲人のところへわざわざ来るんだよ。なんでもねえこっちゃん、お前そりゃおかしいよそら、どうしてそんなことでもってお前さん怒るの、どうしてったってそうじゃありませんか。あの人がうちでもって毎日ね、私が一生懸命働いてるのに、お酒ばっかり飲んでるんですよ、ね、よく私に向かってそういうことが言えると思うんですよ。それがいけねえんだよ、それが困ったね。私はね、二人が一緒になった時に、よく言ったでしょ、ね、とにかくお前さんが確かにね、稼ぎのいい髪結いだよ、ね、だけどもそれをお前さん鼻にかけちゃいけませんよ、それを思っているってと何かについてのなんかこう喧嘩になるから、意外それだけはもう忘れなさいよって私は何度も言ったじゃん、ね、それがいまだにお前さんには忘れられない、ああの人を食べさせてんだ、私が養ってんだってことがね、もういつでも腹の中にある、それがあるから、野郎が何か言うてるといちいち尺に触るんだよ、だからそれ忘れなさいよ。忘れなさいよったって兄さん、本当のことだからしょうがないじゃありませんか。ああそう、分かった、まあおめえがそこまで言うんだったら私も言わせてもらうよ、ね、でそれ承知で一緒になったんじゃねえかい。まあまあお聞きよ、今更こんなこと言ったって始まらねえけども、事の起こりがそうだから私は言うよ、ね、
お前さんがうちのかかあの頭言いに来ててね、野郎は2階に居候してたよ。2階にいるハッツァンって人と一緒になりてって言った時に俺はなんて言ったよ。よしなよ、あんな道楽者はねえんだよな、兵士だったらいいのを世話してやるから、あいつだけはよしなよというのに、え、いや結構でさ、私が一生懸命働いてあの人を食べさせていきます、養っていきますね、何としてでも一緒にさせてくださいってお百度を踏むからね、まあ何でも本人がいいというもんだからね、その方がかえって幸せになれるかもしれねえから、じゃあ、そうしてやるってんで俺たち二人は仲人を務めたよね。それ百も承知で一緒になって今更それを言うってやな、それはお前さんおかしくないかい。それは承知で一緒になりました、承知で一緒になりましたけどね、あんなにひどいとは私は思わなかったんですよ。もうとにかく今日はもう愛想もこそも突き果てましたからね、せっかくお仲人までしていただいて誠に申し訳ないんですけれどもね、なんとかしていただきたいと思うんですよ。え、兄さんお願いしますよ。ああそうか、分かった分かった、うん、じゃあね、もうそのさっぱりした方がいいや、え、分かれちゃいな分かれちゃいな、ね、その方がいいんだよね。あーまあ本当はね、お前さんにそれだけあいつを悪く言われるってえと本当は俺かばってやりたいよ。うちの方から出た男だな、死んだ親方のところで俺と二人で一緒になって信用した俺の弟弟子だよ、ね、それを悪く言われりゃかばってやりてえかばってやりてえけれども、あいつにはねこれっぱかにもかばえるところがねえんだよ、お前さんの言う通りね。うん、ああ亭主のくせにおめえうちでもってなんだか知らねえがのそろそろのそろそろしてやがってさ、酒ばっかり食らってやって朝っぱらからだね、俺はいくらこうと言ったか分かるしね、一向に治らねえ、治らねえというのはお前さんがいるからだよ、お前さんに酔っかかってんだよ、甘えてんだよ、ね、だから別れた方がいいよ、そうするってえとあいつも目が覚めるね、いい腕してるんだからね、もったいねえと俺は思ってたんだから、その方があいつのためになるね、第一別れた方がお前さんがね、ほら助かるだろね、ないちいちなんだかんだってんで喧嘩することはねえんだからね、でお前さんも楽になるしさ、第一俺が助かるよね、こう述べつこらえたんじゃこっちはかなわねえからね、三謀が丸く収まるんだから別れた方がいい、え、分かるな、分かるなよ。まあ兄さんはね人のことですから別れる別れるなことを言いますけども、夫婦なんてのはそんなもんじゃないと思うんですよ。何？いやですからね、そんなに別れる、はいそうですかなんてな、別れられるもんじゃないでしょ。お前ね、何しに来たの？え？お前さんが別れたいと言うから誰がですか、私がですか、冗談言っちゃいけませんよ、あの人と別れるとんでもないですよ、あの人と別れるぐらいだったらあっちは死んだ方がいいんですよ、だから夫婦喧嘩の口否定な嫌だってんだよね、え、のべつこれじゃねえか本当に、え、じゃあ何もねこんなところに来ることはないんだよね、え、本当に何しに来たの、何しにじゃないんですよ兄さん、もう私ねもう心配で心配でしょうがないの、何が心配、何があったってさ、あの人の了見が私には分からないのよ、もうちょっと勘弁してくれよ、お前さんね長いこと一緒にいるんだろ、それが分からなくて俺に分かるわけはねえじゃねえか、どう分かる、どう分からないったってさ、あの人の了見が本当にね、ね、いいですか聞いてくださいよね、だからね、私はね、一生懸命働いてあの人を食べさせていく、こんなことは構わない、さっき言った通り百も承知で一緒になったんです、それはいいんですよね、私が働いてるのはね、ただあの人が私のことを思っていてくれるんだったら私はいいのね、働きがいがあるじゃありませんか、それがあの人がさ私が働いている間、働ける間は一緒にいて働かなくなっちゃったら別れようなんてそんなことを考えてる、もしそうだったらどうしようと思うじゃありませんか、それはお前思い過ごしというやつだよ、そんなこと勝手に思うからいいの、思うからいけないったってさね、常日頃のことでもってそういうふうに思わざるを得ませんよ、どうしてどうしてったってさ、何かって言うとすぐに別れたいとかさ、兄貴に義理立てして一緒になったんだとかそういうこと言うんでしょ、そのたびに私はドキンドキンとするじゃありませんか、それからなんか私が言って突っかかってくってとあの人がまた人のことを叩いたりなんかするじゃありませんか、こんちき正面も本当に死に上がれと思うことがあるのね、かと思うとさ急にまた優しくなっちゃってね、さっき俺が言い過ぎた勘弁してくれ、さっき叩いたところ痛くなかったか、悪かった、どこのとこだここかなんて撫でてくれたなんかするともう私もまたついねポーッとしちゃうし、んなこと聞いてないんだよこっちはだから早い話やな、どうでもいいからどうしようどうしようじゃないんですよね、えだからね私がねその兄さん心配するなってかもしれないけれども、私がねあの人いうかね年が若きゃいいんですよね、え年が上じゃありませんか、6つも上でしょ、どうしたって女の方が先に吹きますからね、でこっちがおばあさんになって働けなくなっちゃって患ったりしてるところへですよ、若い女の子引っ張り込まれてごらんなさいな、悔しいじゃありませんか、食いついてやると思ったってその時にはもう歯が抜けちゃって土手ばかりでしょ、よくしゃべるね本当に。
にそんなことはないよ。まあだけどね、まあお前がそうやって心配するのはわからねえことはねえやな。お前んところはね、他のうちと違うよ。大概は亭主が働きてね、お前さんのうちは逆なんだな。うん、そうしてみるってえと、まあお前のその心配ってのはわからないことはないね。ただね、人間なんてのはね、良犬というものはいざとならなきゃなかなか出てくるもんじゃないよね。うん、ああそうかい、そんなにね心配だったら、まあその人の良犬試すなんてのは嫌なことだけど、試しようがないわけはないよ。まあこういう話があるんだ。俺も脇から聞いたんだ。まあちょいと聞きない。あのな、昔もろこしにな、孔子という偉い学者がいらしたんだ。あら、そうですか。へえ、やっぱり向こうにもいるんですかね。孔子郎かなんかの弟子ですか。どうして、だって孔子って役者がいた。役者じゃねえんだよ、学者、学問をなさる偉い方。ああ学者ですか、なんですか。まあ色っぽくないんですね。別にね、俺今色っぽい話をしようと思ってんじゃないのね。お前にためになる話だから黙っておきようね。では学問をなさる方だから、街中の賑やかなところにはお住まいにならない。ちょいとこのな、離れたね、まあ今でいう軍部のようなところにお屋敷を構えて住んでらっしゃる。で、お役所に通う時には馬でもってお通いになる。大変にまたあの馬がお好きでな、何頭か飼ってらっしゃる。その中で一頭の白馬を大変にお愛し遊ばしてた。白馬って言いますと白馬だよ。あら白馬を、まあ似たような話あるもんですね。うちの人がそうなんですよ。お前んとこのハチ公は。そうなんだね。もうとにかくね、夏場はいけないけれども冬場はこれに限る、体が温まるからお前もやってみろ、なんて言われていただくんですけどもね、口当たりがようだでしょ。結構ですけどもね、あっちとお腹が張るんですよね。白馬ったってどぶろくの話してんじゃないよね。乗る馬、全身真っ白な乗る馬ね、この馬を大変に可愛がってらっしゃったね。うん、では普段からご家来の方たちに、いいか、これは世が一番大事にしている馬であるぞ、いいか、いたわって使わせよ、うん、この馬に間違いがあるとならんぞ、うん、でご家来の方は言われた通り、間違いがあっちゃいけないってんで、もうなんか腫れ物に触るようにその馬を扱ってる、ね、である日のことね、乗り換えの方の青でもって出かけてったの。その留守に馬屋から火事だ、火が出た馬屋からって言うんで、それを聞いてご家来一同の頭にピーンときたのがそのご愛馬のことだよ。あのご愛馬を何とかして助け出さなくちゃいけないってんで、一同が急いでターって飛んでったね。ところが見るってえともうかなり火が回ってる。急いで中に飛び込んでって、一人が後ろからこう押そうとするね、前からこの馬を引っ張ろうとするのがいる、ところが名馬に限って火を恐れるということを言うだろう。もうその火を見たもんだから、その馬がガーンとして動かない。一生懸命やったんだがどうにもならない。そのうちに火がだん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 回ってくるから、ああこれはとてもじゃないけれども自分たちが焼け死んじゃ何にもならないからってんで羽目を蹴破って、まあまあ外に逃れた。見ている目の前でもってそのご愛馬を焼き殺してしまったね。はあこれは大変なことをした。ああご主人様がお帰りになったらどんな目に遭わされるだろうってんで、ご家来一同が心配しているところに、孔子様がお帰りになって、留守に火事があったそうだな。はい、馬屋から火を出しまして、ご愛馬を焼き殺してしまいました。誠に申し訳ございません。そうか、お前たちに怪我はなかったが、手前ども一同は無事でございます。ああそれはよかった。ああ何よりだ、これからは火は気をつけねばならんぞとおっしゃって、馬のことはこれっぱかりもお尋ねにならない。ご家来の良犬になってみな。まあこの人は普段から馬のことばっかり言ってて、俺たちのことはちっとも考えててくれないんじゃねえかと思ってた人がだよ、いざとなるってえとこんなにも俺たちのことを心配していてくれたのか。ありがたいことだ、この人のためだったら生涯尽くそうとこういう良犬になるだろう。はあなるほどね。なりますね。ね、これとまるで逆の話がある。これは日本だな。麹町にね、猿旦那がいたんだ。あんまあ、そうですか、生意気にね、そば寄るってと引っかくんでしょうね。何が猿の旦那だ、何を言ってんだよ、もうそうわからねえから喧嘩になるんだよ。猿の旦那がいるわけはないだろ、名前が言えないから猿旦那というのね。でこの旦那がね、大変にこの焼き物が好きなんだ。あらまあそうですか、私がそうなんですよ。もう一時に5、6本いただいちゃうんですけどね。あと胸が焼けましてね。何が、焼き芋でしょ、黙って聞いたら話を。焼き芋じゃないよ。
焼き物、つまりな、その茶碗だとか、皿小鉢あるいは壺なんという早い話が、瀬戸物だな、そういうものを、高価なものを大変にこの集めてらっしゃる。で、中で一番の自慢の品がというと、青磁の組の皿だね。で、これでもってお料理を出したりしてお客様に自慢をするね。で、大変に高価なもんだから、その旦那がね、奥様に、よいか、これは他のものが扱ってはならんぞ、他のものに任せず、お前が一人で、一手に引き受けなさい、こう言ってるね。で、いつも奥様そうしてらした。で、ある日のことやっぱりお客様を呼んで、それで、お料理を出して、で、お客様に自慢話ね。で、ひとしきりその自慢話に花が咲いた後、お客様が帰った後で、いつものことだから奥様がその青磁の組の皿だけを持って2階から降りようとするね。とはしご段が吹き込んであって、旅が新しい、ちょっとよろけたんで、ふっとこうやるってえと、ちょっと滑ったてやつだね。ダラ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 ってんで、たまったもんじゃないよ、下まで滑り落ちたね。えらいもんだよ、普段から大事にしなきゃいけないぞと言われているから、その青磁の組の皿を上にこう差し上げて、尻の血をついたまんま下まで落っこってきた。ああ、この音を聞きつけたお前ね、旦那がお前2階から、おい、どうした、皿は損じなかったか、皿は大丈夫か、皿はどうした、皿は、皿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 、一時に98旅行ったそうで、皿は損じませんでした、そうか、大事なものであるから気をつけねばならんぞ。はい。その時はもうそのまんま、何事もなかったね。と、明くる日になると奥方が、ちょっと里方へ行ってまいりますってんで、お帰りになったっきり戻りがない、夜になっても帰ってこない、奥はどうしたんだろうと心配しているところに、お仲人が入ってきて、実は旦那様ご離縁を願いたい、どうしてだ、伺いましたところ、昨日奥方が2階から皿を持って下に滑り落ちた時に、旦那様は奥方の体を少しもお案じくださらないで、お皿のことばかり心配していらしたそうで、いかに高価なものかは知れませんが、娘より皿を大事にするようなそんなうちはとても大事な娘はやっておけません、どうぞご離縁を願いたい、これは親御さんからのご依頼でございます。話の筋は通ってるじゃん。もうそう言われたらもうどうにもしょうがない、ああそうか、ではってんで、嫌いでない奥様に離縁を出したね。そうなるってえと、あのうちの旦那というものはまことに薄情な人だってんで、それから二度と後添いが来ないで生涯寂しく暮らしたと、こういう話がある。いいかいね、よく考えなさいよ。だから人間というものはいざとならないと本当の了見というものはわからないもんだよ。だからどうしてもお前がね、その了見を知りたいと思ったらね、でお前ね、これから帰って何でもいいから野郎が大事にしているものを持ち出してね、で壊すかなんかするんだな、なんかねえかい。そうですか、あります、あるか、ありますよ。そのね、旦那と同じようなものが好きなんですよ。うちの人は買ってくるんです、夜店屋なんかでもって、こんな、こないだもね、ちっぽけな皿、ひびが入っちゃったり縁が欠けたりなんかして汚いんですよ。それをこないだね、兄さん1円50銭も出して買ってきたの、へから文句言ったんですよ。ね、お前さんね、お足無駄遣いしちゃ困るよ、ね、なんだってそんなもの1円50銭も出して買うのったら、バカや、何を言ってやん、これは尊み時代のもんで、ひびだとか、縁が欠けてるから俺たちは買えるんだ、ちゃんとしてたら買えるもんじゃない、なんてんで、自分が器用ですからね、もう傷でもって箱をこさえて、その中に切れてくるんで中にしまってあん、それを私がね、もうちょっとでも手を出してごらん、その時の怒りよったのないんですからね、させて止めろとこう言うんですか。もう悔しくてね、ちょうどいいじゃねえか、これからうち行けってさ、ね、おめえがその皿を出して、いいかい、台所に持ってって洗うようなふりをするね。で、わざとわざと転んで、で、そのどこでも構わないよ、へっついの角でも何でもいいから、その皿をパチンと叩きつけて割っちゃってごらんね。その時にその様子を見てだよ、ね、あの野郎が、ハチ公がね、おめえの体を何にも言わねえで皿のことばかり言ってるようだったら、もう見込みがねえからね、別れちゃったお前ね。で、皿のことを言う前に、小指一本でもお前のことをどうした、大丈夫かって心配をして聞いたらば、やっぱりおめえのことを思ってんだから一緒にいたらいいじゃねえか。あら、なるほどね。いくらなんだってあんな汚いちいちゃなされた私とどっちが大事だって、まあそれは私の方が大事だって思うんじゃないんですか。そんなふうに分かってんだったら何も心配することはねえんだろ。分かんねえから来たんだろ、試してんだろ。ひょっとするってと、皿のことばっかりぐずぐず言ってるかもわかんねえぞ。あら、そうかもしれませんね。ちょいと手出した時のあの怒りよってのありませんからね。それ考えるってと、はあ、私のこと聞かないで皿のこと先行くかも、そうなったら別れなくちゃならないんですかね。その方がいいよ。
うん、それは心配ですね。じゃ兄さんこうしてくださいな。あの一足先に家へ行ってね、あの人にそう言ってください。今 あいつがここへ来てね、で転んで皿を割るから、そしたらあの皿のことを先聞かないであいつの体を心配。そんなこと言っちゃ何もなんねえじゃねえか。うち帰ってやってみなよ。そうですか、はい、わかりました。じゃあやってみます。はい、どうもいろいろとすいませんでした。ご心配いただきましてありがとうございます。姉さんすいません、いつものことでも申し訳ございません。はい、またどうも。まあ本当にね、あの兄さんというのは実にどうも頭がいいね。なるほど、そうだよ。そう言われてみるってえとね、確かにそういうことになるけれども、心配じゃないかね。もろこしで会ってくれりゃいいけどもね、麹町の猿だったらどうしようかね、本当に。まだ怒ってんのかしら。お膳の前に座ってるよ。ただいま。どこ行ってたんだよ。本当にお前な、いちいちちょっとしたことで表へ飛び出すんじゃねえよ。また兄貴のところ行ってたんだろう。しねえな本当に。なんかあるとすぐに兄貴のところに飛んでくん。そのたんびにまたこっちはなんかぐずぐず言われるんだよ。大地お前、仲人のところに飛んでいくほどのことじゃねえじゃねえか。こっちなんでおめえが出てったのか俺考え込んじゃってくれだよ。つまらねえことでもっていちいちカッカカッカしやがって、いかげんにしねえな本当に。まあまあ何でもいいよ。まあ兄貴のところ行ったら行ったら構わねえけれどもさ、もっと早くに帰ってきな。早くに行っちゃったっけり戻ってこねえんだから。じゃあおめえ一生懸命飯の支度してよ。一緒に飯を食おうと思って待ってんのにおめえいつまでも帰ってこねえん。もうすっかり腹減っちゃったよ。何してんだよ、こっち上がんなよ。ほらまあ見込みがあるねこの人。お前さん何かい、そんなに私と一緒にご飯が食べたいの。当たり前じゃねえか、普段はいつだっておめえが外で飯を食ってんだろ。たまたまおめえ夜になって一緒に食えるぐらいのもんじゃねえか。たまの休みだから昼飯ぐらい一緒に食いてってのは当たり前じゃねえか。まあそう、お前さ見込みがあるよ。ねえ、もろこしに近いじゃないか。嬉しいね。どうもすまないね、待たしちゃって悪かった。今すぐいただくけれどもね、ちょっとその前に私することがあるの。なんだい、後にしなよ。飯を食っちゃったからすればいいじゃん。なんだい、洗い物んなこと後でいいんだい。どうせ汚れ物が出るんだからさ。ねえ、何何してんだよ。そこにおめえのもの何も入ってないよ、この野郎。それ触っちゃいけねえって言ったじゃねえか。おい、開けて出すんじゃねえ。ちょ、まあ本当に。今もろこしだと思ったらすぐに麹町になるんだからね。いいじゃないか、どうしたって。私がこれ洗ってあげんだよ。 いいんだそれは。洗わなくて、洗わなくて、おい吉田ってんだよ、洗わなくていいんだからやめてくれ。笑い言ってると困る。何を言ってんの、まあ、そういうこと言うんだから本当に悔しいね。いいじゃないかね。洗うんだよ、私これ洗ってあげんのね。綺麗に洗ってあげるからね。ほらほら、やめてくれ、頼むからね。いいよ、何言ってんだ。はぁ、いいよ、おいやめろ、妙な格好をして。ほら、あたっ、言わねえこっちゃねえ、本当に。引っ掛けっちめやって、本当にまあ寄せってことをするからってめ、そういうことになるんだよ。どうした、大丈夫か。おい、どっか打ちゃしなかったか、怪我しなかったかよ。あー、よかったよお前さん、ありがとう。お前さんはもろこしだね。何を言ってんだ、わけのわかんねえこと言いやって。大丈夫かよ。だってお前さんお皿変えちゃったんだよ。いいじゃねえか、しゃあねえやな。全員でしゃ変えるんだよ。それよりお前どっか怪我はねえかって聞いてんだよ。まあお前さんそんなに私の体が大事かよ。当たり前だよ、お前に怪我されてみねえな。明日から遊んでて酒は飲めねえや。師匠で馬や火事でした。仲が悪いように見えて仲良しなのが夫婦ですよね。神井の亭主か、いいな、羨ましいな。
明日は五代目古今亭志ん生師匠で五人回しです。お楽しみに。